こんにちは、近藤です。今回はスライスに悩んでいる方にアドバイスを行っていきたいと思います。スライスをするということはインパクトでクラウフェイスが開くことが原因なのですが、スライスをする方の多くはインパクトからフォローでこのように左腕が上、右腕が下の状態が長く続くことによってクラウフェイスが閉じることができない、ずっと開いたままになってしまうんです。そこで今回は理想のインパクトからフォロー、正面から見て右腕が上、左腕が下、インパクト以降左腕を右腕が追い越していく、このゴルフ用語でいうとターンオーバーという動きを身につけるために有効な練習ドリルを紹介したいと思います。まず実際に私がやってみます。このような練習を継続することによってインパクトからフォローで正面から見て左腕よりも右腕が上に見える、このターンオーバーが身についていくわけですが、この練習の特徴としてグリップにポイントがあります。左手はグリップの上部、一番上の部分を握っていきます。そして右手はグリップの下の部分、一番下の部分を持ってこのようにグリップを離して握っていきます。この状態でスイングすることによってグリップエンドが支点になり、インパクト以降左腕を右腕が追い越す、このターンオーバーの動きがやりやすくなるというわけなんです。最初は大きく左に曲げるつもりで極端にこのように左腕と右腕を大きく追い越す動きをやってみてください。そしてこの練習をする時のポイントは、初めは一番端から端を握っていきますが、少しずつ1センチずつ近づけていって、最終的には通常のグリップでも軽いフックボールが打てるようになるまで行ってみてください。少しずつ少しずつ1センチずつ近づけていくというのがとてもポイントになります。ぜひスライスで悩んでいる方、左肘が引けてしまってフェースが開いたままになってしまうという方は、ぜひこんな練習方法を試してみてください。